さて2回目のミッション開封の儀っていうんやったっけ、なんかもうとにかく雑談動画を撮っていきたいと思いますけど、2回目なんです。1回目はストーリークリアして図鑑埋めました、そんな感じの状態。そっからガチャコロンとかして育ててみて、育てたことによるミッションみたいなのまで解放して、あとすみません、さっき忘れたけど、ストーリーやって2周ボスを2周倒すまでやってミッション取ったつもりだったんですけど、達成したつもりだったんですけど、ただ単に忘れてた地下道とか、あと最初の頃方はもうなおさら地下は行き忘れがちですけど、手始めとかなぜか忘れてたんで、そこを回収し直して、何よりもね、何やったっけな、あともう一個バラエティもやりましたね、の1回目ね。で、2回目の回収、1回目の回収の話ね、今ね。2回目の回、ややこしいな、ごめんなさい。編集せんよ、でもこれは。で、2回目は、何よりも、この2個前の動画ぐらいかな、リストから見つけてほしいんですけど、89個の、すごい、その細かいミッションを全部攻略した動画を作りましたんで、それをちょっと、見てほしいんですけど、それのミッションの達成のメダルも、メダルっていうんですか？ワリオコインって言うんですか、そのワリオコインも回収していきたいと思います。ということで、ここら辺ですね。手始めの達人、この手始めの達人をなぜか忘れてたっけ、忘れてたっけ、はい、忘れてたんですね。で、生活の達人もなぜか忘れてたんです。で、このテクノロジーとか下かな、下の階のところは忘れてたんで、ここら辺がっつり取ってきました。それから激ムズとかスリリングはまあ面白いんやけど、何よりも僕ね、これライブで最初やってたし、ペニーのこともあんまり記憶になかったんで、最初さらっとライブで1周目してたんで、初日発売日に。ペニーってなんかミニゲーム出たら面白いなって言ってただけで忘れてたね、このペニーミックスがあることを。多分そのライブでも、あ、ペニーミックスやっぱあるやんぐらいは言ったかもしれんけど、ペニーミックスを達人まで行くとまたペニーを楽しめるって。で、しかもその89個の今から見る右側にある緑色のミッション、ゲームミッションの中にもペニーのゲームめっちゃあるんですよ。やっぱニンテンドーはペニーに力入れてるっていうのを証明が確認できた。だから、ペニーはすごい楽しいです、今回のゲームで。まあもちろんは、5ワットも楽しいんですけどね。ワッツってワリオはびっくりしたかもしれないですけど、ワリオもまあまあ楽しいんですよね。ジミーといつも間違えて、上をして B を A をしちゃいますよね。でもまあいいんです。ここは25達成だったんですね。VSP バトルもライブでは17しか行ってなくて、17からがボスみたいな感じなんですよね。17か18か忘れたけど、それをやっと初めて倒して2周目面白かったけど、25やったんやったらギリギリやったかもしれない僕ね。とにかくさ、40ぐらいまで行こうと思ってたけど、まあ、これ60、3周目ぐらいまで行ったら楽しいんじゃないかなとか思いますし、やっぱりこれが見どころのですね、それぞれのキャラをの特性をそれぞれ楽しむボス戦になってて、さすがやなと思いました。で、ここから何？リフティング人生名人。リフティング名人。あれ、これ、あ、バラエティを撮ってなかったん、1回目で。さっき僕1回目とかわけわからんこと言って噛んでたところ編集しませんよって言ったけど、編集しなあかんくないです。1回目に獲得してなかったですね。じゃあ結構期間空いてたんですね、これ2回目の。何の儀なのこれ。ミッションメダル回収の儀。ご褒美回収の儀か。ご褒美回収の儀はそんな感じになります。ってことで、手始めの極めしもまたやってるか。あれあれ嘘。で、みんなで極めしものをどんどん取っていきたいなっていう段階になってるってことですね。まあ、手始めに関しましては、まだやってなかった、まだ忘れてたっていう状態が続きました。次ゲームミッションなんですけど、ここは、黙って見てはいられない。これが面白くて、これも一個の動画にしましたけれども、スタッフクレジットの中で、肩書きを画面に出すって読んだだけだけど、今右側にあるんです。出すにはね、ゲームになってるのが面白いし、おしゃれな画面だったから面白かったなと思いました。保存版として動画出しましたけど、一番手の込んでない動画ではすいません。で、こっからですね、こっから89個の緑色があるんで、苦労したけど面白かったなぁ。これがやっぱり見どころですよね、もちろんこのゲームの。で、まあさっきもちょっと言ったことと被るんですけど、やっぱりペニーが面白いですね。で、レトロゲームと、そのペニーの動かしづらさイコール斬新さが新しいゲームになるから、まあ、反重力じゃないな、何あれ、反対に進むという、仕様。かつ、その進むための水は攻撃にもなって、
A ボタンで停止できるっていうことですね。そこら辺がすげえ面白かって。で、これをやっていくと、そのペニーの面白さはもちろんですけど、2個目にステージの面白さもありますよね。こんな、こっちも動かせたんやとか、あ、ここって、こういう解き方もあったんやみたいなのありますよね。例えばこういう火消しのペニーはそういうことですね。あと今言おうとしたのがレトロゲームをもう一回楽しむのをペニーでやることが楽しいと。まあ火消しのペニーもそうですし、ドラゴンコインをゲットしていくのもそうだったんですけど、ガトリングウォーターは、ペニーですけども、ドラゴンコインは、コインコレクターで今下の方に見え始めたのは、ジミーですね。ジミーでの行くんやけど、ジミーじゃなくても楽しめるスーパーマリオワールドは全キャラでやったら面白いんじゃないかなとも思いましたっていうのも思い出です。こういう感想をたくさん書いてるんで、ブログを見といてください。僕このところにちゃんとその動画のリストだけじゃなくて、ブログと動画の URL も貼っとこうかなと思います。誰も見んかもしれんけどね、誰もこの動画も聞いてねえかもしれないですけれども、まあこういう雑談をしにながらでも、もう時間を持て余すぐらい雑談がなくなるぐらいたくさんのミッション89個がありましたんで、相変わらずこのゲームのミッションというのは楽しませていただきましてありがとうございますということですね。競技が違いますとかも面白いし、華麗な股抜きとかも違う、今の2つ連続の違いますって言ったのは違う遊び方をして楽しいねということですし、ってことですね。まあ、これそれぞれが、まあ、一つのゲームになってもいい。特にペニーとか5ワットの動きはそうですし、まあ、他のキャラもそうですよ。ですし、ボス戦なんかはもう特にね、僕はブドウのところ面白いなと思ったんですけども、他にもいろいろ面白いのありますけど、その辺も、一つ一つのゲームになってもいいレベルだなと思います。けど、もう一回話戻ると、スコアミッションの VSP ってやつだっけ？あれは、それぞれのキャラの特性でしか倒せないのが、そういうゲームってあるやん、ロックマンとかでも。でも、これ20匹ぐらいなんだっけ、たくさんキャラがいるんから、楽しさもすごいなってことで、図鑑もしっかりも取りましたと。それによって。ってことですね。で、これは何？壁にぶつからない人生。あ、これはリフティング人生。だからバラエティもやってたんですね。ちょっと期間が空きすぎて忘れてしまいましたけど、このバラエティをやることによって、僕前回の、ワリオカップを忘れてて危なく取ったのがギリギリで25日で、今日またワリオカップが始まって期間空かずに4回目のワリオカップを先ほど取りましたんで、今回また難しくなってたんで、その動画も見ていただけると嬉しいなと思ってますということで、つまりあれ、これ 100% いったんじゃない、ゲームミッション。やったね、やったね、やったね。皆さん見てください。そしてですね、今12万も溜まってるんでガチャコロに行きたいけど、ちょっと待って、スコアミッションは今次の第3回目の回収の儀じゃなくて、なんつらいの、このワリオご褒美回収の儀でいいですかね、ってことで行きたいと思います。で、キャラミッションはピョロマニアだけ試したんですね。前回伝説の存在っていうところまで行けば、さらにそこから成長もできるんですけど、伝説の存在までとりあえず成長できれば、これができる、もらえるってことが分かったんで、ここまで餌を食べさせようと思います。餌も結構溜まってきてはいるんです。ただ今みたいにさ、たくさんさ、コインを持ってなかったんで、ワリオご褒美を今回収したことによって今から育てたいなと思ってますね。育てるためにはまずは差し入れショップは先ほど行きましたんで、まずはガチャコロに行かないといけないですね。ガチャコロレアの10回やってみましょうか。もう結構ね、もう取ってると思うんですよ。いつもその差し入れに出るのもニューないもん。ドラクエ思い出す。あ、1個あるね、まだニュー。もう誰が何好きかまでは覚えてられんねんけどな。2回目。何回するんやろこれ俺。もうでもこっちやっていけばいいんかな。まあ、とりあえず全財産使いましょう。せっかく今取ってるからな。ちょっと連射しますね。連射しても一緒だ。もう出ないっすね。一回だけこっちやろうか。ニューいっぱい出る。こっちの方がいっぱい取ってないのあるかもしれん。ちょっとこっちいっぱいありますね。何人かい。5で割り切れるまでやります。こっち。おお、あるね。絶対ありますよね、差し入れコンプリートって。あ、ないかな。え、だって結構見たもんな今。ないか？ないか？
ミッションの話ですよ。めちゃくちゃニューある。次もニュー出たらもう5回やりましょう。出なかったらか。どっちにしてもか。出た。これ課金ゲームにしない任天堂ありがたいね。これ課金とかやりやすそうやんこれね。しかも持ち運ぶワリオとかでスマホでアプリで出てもおかしくなさそうですからね。まあそのくらい本当にこれからも出るかもしれないですね。そういえば、そしてスマホで出た際にはアツモリとかポケモリとかと一緒でお金使わなあかんくなったらきついな。やっぱ出んでいいわ。でも多分会議に上がったよな。ワリオだけは、ワリオは多分上がった確率高いゲームですよね。あと18回もするのこれ、5000のところ。うわまだニューアル、やめれん。もうだやろう。喋ることなくなっちゃった。でもそのね、ピクミンほどこの図鑑のものに価値を持てないというか、まあ、ドーナツとか今見えてない磁石とかね、あのお母ちゃんの弁当箱に入ってたタコのそのウインナーみたいなのとかですけども、それぞれに名前がありますよね。ピクミンはやっぱもう一回ピクミンやりたい。まだやってますけども、話はそれました。あとこのゲームに出てきて、ゲームの中にさ、たくさんのさ、サブキャラどころかなんつうの、物とかいっぱい映るじゃないですか。それらがあるといいんですけど、それらになってます、このガチャコロンの中身って、つまり差し入れの中身って。すいませんね、ガチャコロンだけは全部取った後にキャラ成長はちょっと飛ばし飛ばしでしたいと思います。今なんて書いてあった下に。一回回すと差し入れ1個できます、出てきます。何が出てくるか普通のことやな。1回の方がレア出ますとか書いてあるかと思ったら一応見ました。もうないね。でもミッションピロリンって出てほしいな、全部集めたって。すいません、ダラダラとした動画が続きますんで、コーヒーでも飲んでください。僕も飲みます。お、ニュー見えたね今。まだまだあるぞ。コーヒー飲んできました、すいません。2個ぐらい出ましたね。乗ってた。今の船は通る船か、あのボスのとこで。
すげえ奇跡起きんかった。ちょうどミッションがあるんかないんかも忘れて、今頭の中でこの後ミッションの画面見に行って、あ、ありますね、これからも続けますって言おうって脳内であったらね、思ってたら最後に金のトイレで最後の5000円で最後出るって、これ任天堂のプログラミングか、こんな喜ばせるの。逆に僕の運の良さか、僕の運の良さかと思わせる任天堂のプログラミングか。これはいい動画になりました。皆さんの好きな差し入れは何でしょうかってセリフを今考えながらやってたんです。差し入れコレクターありました。全ての差し入れを集める、すごくシンプルですけども、やった、ありがとうございます。差し入れコレクター3000円ももらいまして、じゃあ差し入れをしましょう。めちゃいい動画になるやん。よし、じゃあここちょっと止めますね。ピョロだけ、あ、ちなみにこのピョロが31なんです、レベルで。何だっけ、伝説の存在なんですけど、プラス1がついてるんで30で OK なんですが、ワリオから順番にしていきたいと思います。では結果の画面まで飛ばします。飛ばそうと思ったんですけど、このすげえ気持ちいいニューの画面を映して、しかもレア度が高い順って、これが一番レア度高いんや、合体側がで、今の金のトイレはこれですよ。黄金の便器、金ピカの便器、まばゆい財宝だけど便器は便器。これ便器のボスに出ましたね。だから物ってちゃんとそこにあったりもしてるんでしょうね。ゴルフのゲームもありました。これはやっぱりあの奥から出てくる橋を動かすボス戦でしょうか。ってことで、じゃあここはまあちょっと便器だけ見、まあいいや、まあまあここはじゃあどうしよう、並べ替えて、あげたことない差し、ヒゲいらんな、一番価値ねえやつがありますね。今度は数が多い順というので、こういう感じで、じゃあちょっと勝手に進めさせていただきたいと思います。また何かあれば。さて、育てるのに1時間ぐらいかかったんですけど、これちょっとアップデートしてくれんかな。こう差し入れるってした時に、この全部一個ずつとかしてほしいんですよね。一つずつ食べさせてあげたいんです。じゃないと好きかどうかわからないからっていうミートピア仕様なんで、だから一個ずつ横ずらしでもう、まあまあ動画見ながらしてたんでいいですけど、ここまであんだけ持っててさ、あんだけガチャコロンしてここまでしか30にできないですよね。で、ついでにピョロもなんですけども、まだ半分以上僕はだからこうパッと見でもいまして、でまあレアのものをちょっとなんかケチってるっていう状態で、今こんだけ残った状態ですけども、まあまだまだガチャコロンしていかないとできないっていうのと、アップデートしてほしいっていう雑談の終わり際、もうちょっと時間空きすぎて何話してたっけ前にっていう、あ、そっか、でもここでもう一回ミッション見れるんや。ここだけしましょうかね。ワリオ大好き大好き大好きっていうのは社長になるまでですね。社長になるまでなんですけど、それは忘れてました。レベル15でした。でレベル30まですると、マニアになるんですかね、このね。だからつまりそのそんだけしかないね。つまり15の時に出てきた時に、あれ、これこの人にはこれをあげろっていうミッションあったっけなみたいなところがちょっと怖かったっていうのがあったけど、違う、15と30でちゃっかりもらえて、これは発泡美全部するだけでできまして、カラーリングはここからっていうのは、カラーリングの色を変えるだけは今しましょうか。ちょっと変な動画やなこれ、ごめんなさいね。まあこういうコアなファンでも髪型の色でせっかくやで、女の人だから女の人にはケーキあげた方がいいんじゃないかとかもあった考えてたんですけど、そうでもなかったりしてランダムかな。あとごめん、一番言わなあかんのが、この集めてるこれはせめてこのゲームに出てくるいろんな置物とかにしてほしいって言ってたんですけど、置物とかでしたね。全然トイレとかだけ、トイレだけじゃなくて、あの図鑑はピクミンみたいに愛着の持つものがいいって言ってたけど、差し入れか。でも差し入れはしっかりとミニに出てるやつでした。髪の毛の色は今度変えましょうね。そういう感じで失礼いたします。